まこなこです。さて初級の方続きやっていきましょうか。この2ページ目までは行ったので次は3ページ目、あと6つクリアすれば初級は終了。いきましょう。さて、これはまず何を置くかだけど、何魔法でいいかな。様子見ましょう。水ここにあるで、結構この真ん中あたりで範囲攻撃でなんとかなりそうな場所なんだけれども、何を置けばいいかはまだ分かんないんでね、どういったものが一番いいのか。相変わらずスナイパーを使っていく。いまいち序盤の動きがわからない。これ上アップグレードすると、まあ全体が表示される感じか。次は錬金絡みを行きたい。大丈夫か、これ間に合うか、こんなの。最終的にこの終わり際も攻撃届くと思うので、この魔法使い錬金がまだいけるような状況ではない。ようやく、ちょっと遅かったな。まあでもなんとかなるでしょう。本来であれば魔法をもうちょっと右側置きたかったんだけど、場合によっては火をね置く場所が上の方ここら辺になる可能性があったので、言えばこの下にちょっぱなのところに置いてもらいたかったんで。早打ち、とりあえずはこれで一服なんだけれども、ヒーローユニットを待つか、まあ、念のため暗視ゴーグルやってみましょうか。もしくは超早打ちを先にやった方が良いかも。あとはどうするかな。まあ、この左側、どうするかな。左側でバナナやるか。真ん中結構大きいんでね、バナナできるところね。4つぐらい置いて真ん中にマウスカーソル置いとけば全部カバーできそうなんだけど、まあそれはちょっと厳しいか。で、何をやろうと思ってたのかが忘れた。まあ、じゃあそのまま進めましょう。暗視ゴーグルか。この後は前の方、強化優先。ファイヤーボール、炎の壁優先していくか、もしくはまた別のことやるか。軒並み敵のカモフラージュ系のものに関してはもうスナイパーで間に合うんで、他何かやる必要はないかなとか思うけど、あれでも問題ないでしょ。戻り際もなんとか対応できるしで。届かないのか、この魔法使いは。右側には炎の壁行きましょう。次誘導マジック、これで一服。あと潜水艦あたりをやっといて、どうするかな。ここの場所で敵のシークレット系を抑えるって手もねあるとは思うんだけれども、だからもっと手前側で全部倒しきれるような気はする。一応これ他の味方の範囲内であれば射撃が届くというものをやっといて、
こら辺で移動速度を遅める。できればまんべんなく全てのアップグレードをできれば、ね、試せるかのような状況まで持っていきたい。次はやっぱりバナナかな。バナナをここに置くとして、となるとガトリングはこの辺りか。丸、あ、ロック積みもできる。なるほどね、ロックもできるのか。じゃあこれ、あ、もし、まあここでもいいか。あ、迷彩ブルーも打てるようになる、精度が上がる。これで様子見ましょう。なるほどね。で、このここら辺もカバーできてるんで、これは悪くないと思う。あ、じゃあ他のも今みたいにあるのかな。この初めのとか最後のとか、まあ、そこら辺のみの、え、あ、強く打ちゃダメだ。ここら辺の設定のみかと思ったけど、ものによってはその初めの以外の設定があるかもしれない。これも初めのだな。初めのというのは多分近場に来てるのことだと思うけど、まあ、近場というかね、このゴールに一番近いの、これのことだとは思うけど、後期真ん中いいんじゃない。これはサークル、回、あ、なる、インフィニティは8を描く。あ、なるほどね、横の8かそれとも縦の8かみたいな感じの。これは真ん中の方がいいな。じゃああれじゃないかな、この使いにくかったペリも案外使い道があるのかもしれない。あ、カモフラージュ来てしまった。全部倒せていい。どうするかな、バナナ先行きたいような気もするけど、ペリもここら辺やっといて。これ全部マウスを追うのですごく邪魔っていう話だったんだけど、これマウスを追うって書いてあるね。場所ロックもある。パトロールポイント、うん、パトロールはしなくてもいいか。まあ多分、あ、こことここみたいな感じで行ったり来たりができるんでしょう。だが場所ロックでいいと思う。なるほどね、あ、これ面白いな。これができるんであればペリとか使い勝手悪いなとか思ってたけど、敵がもし別の方向来たらここに持っていくとかね、対応できそうなので。うん、次はこれ左側に置くと、この右側にマウス動かすのが大変になるので、右側に置いていきましょう。あと、巻きびしもここら辺に置いとけば、この円のところ全部巻きびし置いてくれるんで、戦いがしやすくなるはずです。こっち側も置いときましょうか。掃除バナナ。次はゾウさんとかやっていきましょう。生産量アップか高級か。高級やって生産量アップ。次はどうだろうな、特段やるべきことがわからない。何をやったらよいか。バナナもう一個。硬いのに対する対応全くやってなかったこの辺り。あ、でも倒せてるね。判断書なんとかなるとは思うけど、こっち側もう一回戻ってきたんで、いくつか抜かれた。あ、しょうがない。
これやばバナナ取るの忘れてたね。どうなんだろうな、効率的にはどっちがいいかとか多分あると思うんだけれども、どっちを先にやった方がいいかとかね。当時バナナは多分必要はないんだけれども、まあ念のためやっていきましょう。その後の高級品の方ね、行くのにも通り道なんで。うん、あそこら辺もなんとか対応できるようにはしたい。これが銃素早く撃てる。上行くか下行くか。レーザー、まあ、レーザーの方が面白そうか。問題なく。あ、ヒーローまだやってなかった。モンキー銀行はよくわかんないでね。この農場が生成したすべてのお金がバンクで保管。あ、利子がもらえる。なるほど。上と下どっちなんだろうな。まだ下は覚えてないけど、余裕があるうちは。あ、これあれかな、このバルカン系。ここやって場所固定ロック、こっち側、これ一直線で行くからいいんじゃない。で多分迷彩を打てるようにはなってなかった。ナイス。こんな感じでバナナ大農園。次なんだろうな、やるとしたら。普段何も思い浮かばない。ここら辺のヘリもアップグレード、何ができるか確認しましょう。ブルーンは自動追跡検知か、自動検知して追跡できるようになる。ミサイル配列、大型ジェット、カモフラージュブルーンやんないとダメだと思うけどな。であとは上行きましょうか。あーでもこのなんか防衛がかっこいい、なんかあるんだけど、上覚えるようにやっときました。グレード、これ様子見ましょう。もう50近くまでいけるんで。あ、これこれなんかヘリがこの元いた場所からなんか敵が奥に来ると、ヘリ自体が勝手に移動して、奥の方までね移動して戦ってくれていた。となるとヘリもう一個とかいけるのか、大量に。これこれ強すぎない？なるとスナイパーも不要になるけど、このヘリがこのどんどんね後ろの方に来てくれるんで、すごいです。うん、あの大きい敵も。となるとこの戦闘機よりかはヘリの方が戦いやすいような気がするけど、どうなんだろう。バナナ研究所行きましょう。最後バナナセントラル、これは何だろうな、内容は書いてないけど、出るには結構お金が必要。これバナナが300になる？あ、違うわ。で300でね、各300
これ1個250なんで、これ300ってものすごく高くなるんじゃない？まあ、そこまで貯めるのが大変というのもあるけど。あー、これヘリ楽だ。今まですごい使いにくいとか言ってたけど、使いやすすぎる。これはまあこれスナイパーでもいいけどね。でもスナイパーだとこの車線が邪魔して、他のね何か物体が邪魔して車線が通らないとかいうこともあると思うので、そういう時はヘリに変えるっていうのも一つの選択肢かも。コストはやっぱりスナイパーの方が安いと思うので。うん、頑張ってる。早くバナナ行きたいんだけど。バナナ研究所、まあ、後半の本当に最後の最後のブーストで使うとか、もしくはこれ2ついらないっていう説もねあるけどね、1つだけで最後のバナナ農園まで、バナナ農園じゃないか、研究所か、研究所まで行く、行きましょう。これ300になってる？なってる？あ、375とかになってる。これはすごいぞ、一気にお金が。じゃあどうするか。あ、でも常に出てくるわけじゃないのかな、時折その高いのが出てくるとか。ペースとしてはそんなにちょこちょこあるようには見えない。ちょっと待って、ちょっと待って、大丈夫？もう最後のラウンドになってるけど、フリー、あ、いやまたなんか面白い、このヘリが特に面白い状況になってる。というわけでまた次行きましょう。では次行く前にヒーローは、うん、特段新しいの来てないか。もう今2500まで貯まったので、買えることは買えるんだよね。だが買わずで行きましょう。なんかね、ここでねお金使うと良くないんじゃないかなって気がするからね。当然まあゲーム中に貯まったお金だからいいとは思うけど、現金払ってね、あのポイントも手に入ってしまうんで、ならばそういうものは使わない方向行きましょうか。これまた目痛くなりそうな複雑なマップなんだけど、逆に複雑だと楽なんでね。アホ、まずはこれで様子見。火はコスト軽いもので行きたいから、スナイパーあたり、農園ここら辺にあるか。ああ、そういえば前回は錬金術でお金手に入ればやらなかったな。素直にバナナ農園やってしまった方がいいみたいな気もするので、となると前の方は実験あたり行くか。このあたり、迷彩系にも即座に対応できるんで。あとは砲台を先に行きたい、もしくはヒーローか。ここら辺氷を置いて様子見をしましょう。もしくはヘリとかまで待つという手もあるけど、いや氷は前だな。なるとこの辺りか。ここは置けない。こっち側、こっち側置ける、ここも置けるね。とはいえここ必要かって言われると微妙だけどね。水管、
前の方に置いて敵の迷彩切るのもいいけど結構遠いので、まあやらんでもいいか。スパーの方を先に暗視ゴーグル。これでようやく潜水艦も戦いに参加可能。どうするかな、前の方海賊船置くか。海賊船も何かアップグレードでよりお金が手に入りやすくなるとかありそうだな。商人に変えた後ね。あとここ一直線のラインが多いので、バルカン系がガトリングと言った方がいいか。ガトリング系がかなり有効に使えそう。トリング先にやりたい気がする。これ打つ方向をロック、この方向あ、でも結構ブレてるね攻撃が、まあ、だからこそいい感じに精度が上がるものがあるんだろうけど、精度上げましょう。精度上げた後は、まあそれなりにまっすぐ飛んでいる。どうするかな、大きい敵用に砲台を鍛えるか。だがバナナ欲しいような気もする。でもバナナもね置いとかなきゃいけないからめんどくさいんでね、カーソルをねそこに置いとかなきゃいけないから。900溜まるまで待ちましょう。硬いのも倒せている。どうなんだろうな、この次を置いとくものは前の方でやった方がいいのか、それとも後ろの方でやった方がいいのかが悩ましいんだけど、まあ後ろは後ろで前は前で別の形で勝てると思うんで、いろんなことで。となるとこの辺りがバランスとしては良さそう。さて高速生産、まあ、生産量を上げる、もしくはよりスパイクが多くなるか。下は距離、下と真ん中だと思う。で、最終的にはこの技を使うやつは多分やらない方向で今考えてるので、確か何か使うんでね、お金をね。この右下雷マーク、これを得るにはお金が必要なんだけど、追加って書いてるから、まあ、使うと消えるような気がする。それはたびたびやるのは辛いと思うので、ならばお金はね貯めておきたいからね、ならば使わない方向で。さてこれは長距離、カラスのカモフラージュブルームを撃てる。まさかカラスで突っつくってことか。カモメではないんだね、カラス。あとは何だろう、またあー間違えたな。何やりたかったかというと、ヘリを作りたかったんだけど間違えて飛行機の方。
まあ、飛行機の方がコストが低いってことはやっぱり使い勝手はヘリの方がいいっていう考えでね。今回はバナナは使わない方向で。違うな、これは前で大丈夫か。ヘリ、ヘリ、やっぱり自分のマウスカーソルの場所が分からなくなるんでね。ここで、あとで追随型まで持っていけば、この追跡500でいけるんで、もうここまでやってしまえばどこに置いても大丈夫なので、早めにやっとくんであれば前の方に置いといた方が有利だと思う。どうするかな、あとは。あー、まだこれをやっとくの忘れてた。ヒーロー、あー、氷だな、氷ちょっと早めに。ここもう一個ガトリングやっといて、これは向きをこっち側。精度上げて。あ、だから優先こっち側か。まず早く撃てるようにやっといて。レーザーがついたショットというものもあるんで。さらに先レーザー砲、レーザー砲か。明日はロケットね、上だな。しょうがないか、この辺りはこの雷マークがないところを進んでいく。こんなところでいいでしょう。魔法全然アップグレードやってなかった。炎までは確実に。ヘリも、回転、鉛と凍結ブルーンも倒す。他は大丈夫かな、使わなくて。スーパーヒーロー使わなくなっちゃったんでね。スーパーヒーロー使いたいな。初期の頃は結構好んで使ってたけど、買う必要性が全くなくなってしまったんで。うん、ヘリが届かなくなっている。ヘリが強すぎる。ヘリとガトリングか。レーザー砲行きたいね、これ。ザーフォー溜まるまで時間がかかる。こうなってくるとやっぱりバナナも必要かなとか考えちゃうけど、レーザーフォー、まあ、こんな感じでレーザー放っている。いいね。だからヒーローは逆に暇になりすぎてるんだけど、前の方で割ってしまってる。まあ初級だからだと思うけど、後々難易度上がった時にどうなるのかちょっと楽しみだな。どこまで気が強くなるのか。バナナや、バナナやらんでいいか。あとこれもちょっと使っときましょう。何か立てられるんじゃなかったっけかな。ガードガン、真ん中真ん中と思ったけどポイントが足らない。多分これでガードガンやると、うん、ガードガン置いた。なんでそっちか。あ、これ置く場所設定はできないのか。
なんで、なんで、あ、これ、ま、回転もできそうにないか。なんでそっちが動くの？サービス拡大。うん、こんな感じで。さらにアップグレード、前に置いてほしいんだけど、なんかすぐそばに置いてね。向きあるのかなこれ。普段、あ、でも近い敵にやるといい感じにやってくれる可能性がある。どうでもないか。まあどうなんだろう、これは出当たり次第なのか。この辺りに前の方やっとけばいい感じに。でガンもちゃんと攻撃やってくれてるように見える。ヘリもアップグレードできそうだけど、ポイントがもうないか。大丈夫か、もうちょっとなんか真剣にというか、しっかりとアップグレードやっていかないと。ヘマしそうで怖い。あと3ラウンド。それなりに広いね、このガンの範囲は。で、さらにこれアップグレードが可能、プラズマアクセル1枚しようか、ポイントが。あと1ラウンド。硬いのは他攻撃やってないんだよね。鉛に対しては、あ、そうか、氷も鉛に対して何か多くあるものがあったはずなんだけど。氷、これだ、上の方。じゃあ上と、あ、でももう必要ないかな。これで鉛に対する破壊が可能になる。凍結エリアも上げときましょう。ポイントはそれなりに使い切った。はい、ボムを放ってあっさりとクリアとなってます。というわけでまた一つクリアできました。では続いてやっていきましょう。4つの円形、今パッと見た感じすごく、あ、まあこれ8の字描いて、ここも行って上行って、そこから戻ってきてって感じかな。いずれにしても前の方で守らないとダメ。いつものごとく魔法。あ、使うか、久しぶりに。なんかどこで使う、ちょっと考えましょう。ここでなんとかなるんであれば。だが速度がちょっと遅いか。速度アップは特段ないんでね。どうするかな、やっぱりスナイパーか。スナイパー、スナイパーが万能すぎる。どうするかだな。ん、これは厳しいか。この辺りに置いとけば、まあ置かなくてもなんとかなったかな。うん、また当面様子見。危なくなったら考えましょう。流れとしては下か、先に。だから前の方、ここら辺で潜水艦やって敵の迷彩を解くというのを使えば、案外早くに迷
迷彩系を対応できそう。カモフラージュやってるのね。どうするかな。もうこれアップグレードやってってもいいしで、ファイアーボール。いや、その前に英雄の方か。この辺り。これで透明は問題ないはず。あとは迷彩来た時に備えてスナイパー上げていきましょう。潜水艦やっていきましょうか。まあこっち側でやってソナー出した方がいいかも。必ずここルート通るんであれば。とはいえ大きい船に乗ったのが来られると対応ができなくなるんで、途中でね、この下あたりで壊れたらね、その後のカムフラージュ系、まあそれでも後で対応できるといえばできるけどね。上の方また左側の8の字あたり来た時に。あのところ錬金系いらないか。あまり有効に使えてる気がしない。早め早め考えるんであればここ。カモフラージュ来たら潜水サポートに変えましょう。攻撃をやってバナナどうするかな。バナナ買いたい気もするけど、氷を前に置いておく。私も今回は必要ないように思うけど、猿ここら辺置いといて、まあ、全部猿なんだけど、全部猿なんだけど、まあこれこのエンジニアモンキー置いといて、この光ってるの何なんだろうな。これの範囲内に行って何かプラスの効果発動してるとか、そんな感じかな。このヒーローの ビートアップの半径増加、うん、それの影響だと思うけど。でこのマップだとガトリングはちょっと使いにくいのかな。なるとでは射程伸ばすやつでね。難しいな。この辺り置いといて、ブーメランとかも適当でいいので置いときましょう。まあ、ここら辺までやっとけば、猿に関しては猿じゃない、ダーツモンキーに関しては間違えたか、アイサイトの方上げておく。うん、潜水サポートいきましょう。レベルアップ。これでもう手前側で全部倒せるでしょ。あとはまたヘリを、あ、ヘリの前に砲撃のような気がする。
この辺り縦に伸ばして、うん、ソナーが効いてるんでいい感じにもう前で倒せてる。溜まるまでには時間かかるから先に鉛系を壊せるものを、エリアが広くなる。タイフリーズ、この後は上行った方がいいのか下行った方がいいのか、うらら、カモフラージュブルーン検知があるな。ブルーンを全部もろくして追加ダメージを与えてカモフラージュ投射能力を削るとなってるので上行った方がいいように思う。高風、これはまだ覚えられない。うん、もう単にはまったかのような。とはいえ抜けられてるぞ。倒した。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。わあ、ま、うわ上か、そうか上だったら大丈夫か。びっくりした、右下の方来るかなと思ったけど何かの勘違いで。どうする、炎がないのか、いや炎の壁まだポイントが足りてない。炎の壁さえあればあんな風には抜かれないでしょう。あとは砲台系、うん、金たまるの時間かかるな。やっぱりバナナは必要か。あった、いやスナイパー行きましょう早打ち。でもダイヤもないか、あ、対抗系をもう一つぐらいはあった方がいいのかなって気はするけど、アップグレードに時間かかるな。やっぱりバナナか。ダイヤこれはさらに上行きましょう。うん、こういう場所だと真ん中にこれを1体ずつ全部置いといて、この周囲に武器をね置くっていうのは面白いかもしれない。とはいえなんか全然役に立ってないんだけど、500万円の方に、ね、あとは真ん中、これはもうこのまま演習場でいいかな。もしくは8の字の方が上の方は最初対応できるんだ、面白いかも。あとはヘリ、場所ロックするのはいいけれども早めに追随型に切り替えて、まあこれでほぼほぼでしょう。さらに上まではポイントが足りてないのでヘリもうちょっとレベル上げたいね。これどうなんだろうな、マウス追従になっててもここを追従型にすれば、うん、勝手に敵の方行ってくれるね。となるともう設定しなくていいってことになるのか。はい、
2万経験値溜まったらさらに伸ばしたいけど、となるとヘリをガンガン作っていく。ソナーがあるから真ん中でなくても良かったかなって気はする。真ん中だとカムフラージュに対応できるけど、必要性はないように思う。まだか、2万経験値なんかたまんないね。レベルアップ。これ行きましてるね。長距離カラスの巣、商人に変えるか。まあ今更遅かったかな、さすがに。長距離問題なく。だからバナナがないとやっぱりポイントの溜まりはすごく遅いような気がする。なんかこれ一つあげるのにもすごい苦労。でさらに上、ようやくダメージが6倍になる。多分この技のことだと思うけど、左下のね。ここまで今回はポイントは溜まりそうにない。使いましょう、時間が。おしまい。いやー、テンポがいいんだけどね、これ。宝箱光ってんね。パワー。パワーなんだろうな。まあ、とりあえず、あ、多分今、デイリーの特典か何かか。で、イベントはいろいろあるけど、見なかったことにしましょう。これはほんとキリのないゲームのような気がする。はるかパワーはこの右下の雷マークのものなんだけど、キャッシュ10日お金かかってる。多分1個は持ってるってことだと思う。あとインスタモンキーというのは、これもなんか即座に出せるようなものなんだろうね。で基本スマホのゲームなので、そうやってお金を使わせるようなが多いということで、また続けてやっていきましょう。4つ目、3ページ目の4ついきましょう。初級のねこれまた魔法使い、うん、ダーツのやつ置いてもいいけど、これ車線結構切られると思うので、スナイパーは使いにくいな多分だよね。こうなるんで、まあ可能性としてはここだけど、まあ、そもそもこれならば使う必要はないと思う。となると水辺もないので、水関連も使えない。回ってね、クリックするとこれになるか。そうなると要所要所に置いてってもいいけど、これでなくてもいいかなとも思ってしまうし、テリポート待ちでもいいしね。突破されたら終わるので、突破されたと見たら即座に他のものを使いましょう。ガトリングで一直線狙うというのもあるけど、これ多分突破される。200ぐらいまで溜まってくれないと困る。困る困った。大丈夫か。よし、なんとかなった。一個一個置いておくか。
と今のところどうすればいいかが全く分かんない。スナイパーではないんだろうけれども、じゃあなんだって言われると、ここかって話になるんでね。猿どかしって、ブーメランは違うような気がすると言って、まだ他は何かできるわけではない。まず英雄か、ヒーローをちょっと早めに呼べるようにやっていきましょう。武器どこになるのか、はい、後ろで守らせてしまってもいいような気がするけど、このマップは長い距離うまく使って倒してくっててもないわけではないけど、うん、どこだろうな、ここのような気がする。いけないこれ、そろそろ敵のカムフラージュ対応できるようにやっておきたいとなると、忍者とは早くヘリを作れればいいけど、あれだな、自分が攻撃やってなくても今反応したね、レベルアップ。もしかしたらラウンドクリアすると一つ上がるたびに経験値も自動で入る可能性もあるから、何とも言えないか。そのあと考えがまとまらない蹴りだと思うけど、600までたまるの待つべきか、ガトリング一直線で置いとくのも当然ありなんでね。でガトリングは結構ブレるので、あえてブレるのを利用して盾をうまく全部フォローとかは悪くはないと思う。まずはカムフラージュ対策をやっておきたい。当面はこれで様子見できるでしょう。800まであとわずか、あと次500たまればもう問題はない、うん、ヘリ大量で対応するのが良さそう。硬いのはどうなる、これ、これ追求追随型ファイアバー、なんとかなった。あとはヘリを増やして、まあ、できれば大砲も前置いときたい。じゃあ壊せてはいるのか、友情の射撃でも。炎を立って
大砲。氷をやってもいいとは思うけど、安定してるね。この先まで行けばとりあえず大きな敵にも対応できるんで、となるよしと、はあ、なるとこの先はヘリのように思うので、もしくはスーパースターまで待つってもあるな。だが上がっては完全にヘリだよね。どこまでも移動して敵を倒してくれるんで。まずバルーン対策やってからカモフラージュの。またこれでほぼほぼおしまい。よほど強い敵が来ない限りは。今してんね、前の方。どうするかな、エリーか、それとも、うん、倒せている。回転アパッチ。さらに先はまだ行けない。これなんだろうな、これもアパッチの何かプラス効果があるのかな。19000か。そもそもなんか金が稼げずたどり着けそうにない。このままヘリを増やすべきか、アパッチまで待つか。うん、ここ炎の壁あるか。うん、43までいっている。でバスターかな、この辺り。射程伸ばして、ある程度硬い敵もなんとかなるでしょう。敵見ることもなくいや本当にこれで合ってんのかなとかいう気はするけどね。どうかと、もうちょっとこの出てきて、その出てくるところまではちゃんと見せてから攻撃がねできる範囲になった方が良かったような気もするけどね。ここまで寄せ付けずにやって良いのかね。太陽アバターまでいければいいけど、だがアパッチの方それならば使ってみたい気もする。まだまだラウンド数10あるんで。うん、こうなると誰か、バナナでお金稼ぎましょう。ぐらい早くにバナナ作ればプラスになるかとかも確認したい気はするけどね。1万9000だからな、次やるぐらいならばアパッチが作れてしまうんで。
今回はアパッチ優先でいきましょう。とはいえポイントの溜まりはそこまで早くはない。あとこれ上アップグレードやっときましょうか。ミサイル使えるように。レベルアップ。微妙に溜まりきりそうにないか。1万9000は。結構苦労してる苦労してる。何とか倒してきた。アパッチ待つよりかは別のことをやった方がいいような気がする。抜かれるときは一気に抜かれるから、あれは忍者とかを振れば対応はできるのかな。あのあたりのカムフラージュ系は。パッチはちょっと厳しいか。次が最終ラウンドで、今ようやくポイントがたまりそうなんだけど、使いましょう。あ、なんか終わっちゃった。今ちょうどポイント1万9000たまったとこだったけど。というわけで今回も無事クリア。では続けてあと2つ初級いきましょう。行って帰ってか、行って帰ってなんだけれども、いつも通りまずはこれで様子見ましょう。帰ってくる過程でも倒せると思うから、当面ポイントを貯めるか。でスナイパーも問題なく今回は使えるんで、うん、放っといていいでしょ。あれは放っとくわけにはいかないか。ん、これだと厳しいか。いや、なんとか倒せそう。どうするかだな、これ。ヒーローを待ちたいような気もするけど、長距離射程。もう一歩ランクを上げたいけど、上げましょう。次はヒーローを待つかスナイパーどこかで対応するか、もしくは炎壁をやるか。大丈夫そうかな。ヒーローはこの辺り置いとけば広範囲にフォローできるんで、ここら辺狙いましょう。この後大砲とかを前の方置いとけばたまらないね。なかなか ようやくここか。もう寄せるか完全に。ヒーローは範囲広めることが多分できないんで、ヒルとかでね。なのでこのマップ中の多分レベル上がっても範囲は広がらないと思う。どうするかな。他の
ブーメランとか置いてもしょうがないしな。スナイパーか、やっぱりスナイパーやっていきましょう。で、暗視ゴーグル、あとはガトリングをこの辺りから左側一直線でやるのもありだと思うので、次ガトリングいきましょうか。置けない？ここなら置ける。ここで、で早めに迷彩への対応と精度を上げる。あとはこの辺りから左上に打ってもいい感じに多くの敵を狙えると思う。次なんだろうな、砲台か、砲台優先。うん、倒せている。上に上げなくても大丈夫だとは思う。次どうするかな。銃をより早く撃てるようになる。コストが高いような気がする。ならばさっき言ったようにガトリングをこの辺り置いて、まあまあこうだよね、この斜めの角度。こんな感じでバルーンだけは壊せるようにやっときましょう。で、これは命中精度高くなくてもいいので今の状態のままでいきましょう。アップグレード、あと炎がまだだったね。炎の壁をやりましょう。この後はバナナでもやっておいて、のんびりお金稼ぎながら。どうなんだろうな、バナナは20ずつ手に入るとすると60ぐらいは取らないとダメってことですね。どれぐらい時間かかるのか。もう一個やっていきましょう。バナナばかりに気を抜けるわけにもいかないしで、ヘリは、ポイントじゃない、場所をロック、なおかつ追従まで待ちましょう。いやー、これで一服だ。もうまた先にヘリかな。うん、でも問題なく倒しきりそう。
ターン終わんないかな。いきましょう。うん、これでいいでしょう。あとバナナアップグレード。いてぞおっさん、生産量アップ。バナナばっかりに気を取られるわけにはいかないんだけど、バナナバナナで使い勝手いいからな。だから3000貯まるまでは結構時間かかってるんだよね。余裕なくなってきてない？大丈夫か？ここまでか。300手に入れる、あの1万9000のポイントまではバナナ研究所はちょっと厳しいな。やっぱり回転のコーヒーもう一丁。防げてはいる。蹴りが強すぎる。グレード、どうするかな。飛行機も、飛行機もできればレベル上げたいんだよね。今どんな状況か分かってないけど。50まで来ている。さて、上アップグレード、これステルス戦闘機っぽい感じでかっこいいけど、いけるね。うん、すごい大量に放ってる。だがヘリは押されてるので、どうするかな。こっち側を上げていきましょう。今回スナイパーあまり使ってないからような状況。まだか。4200まで溜まったらレーザー系いきましょう。1200溜まったレーザー砲、さらに上はちょっと厳しいか。使ってみたい気がするけど、あとはこれだな。もう攻撃系に振っていきましょうか。うん、上の潜水サポートいかないんであれば下の方育っていった方がいいかも。多分潜水サポートの後は潜水してカモフラージュを検知、ブルームを割ることもできるのか。なるほどね。攻撃もできるんであれば上のルートそのまま行っても悪くはないと思う。完全まで溜まるまで待ちましょう。あった貫通。アップグレードするとしたら何だろう。あれちょっと置いといて、和砲台これも鍛えていきましょう。
とはいえ動いてる気配もない。それぐらい早くに倒せている。みんな溜まった。どうなんだろうな、まあ、鍛えたいものは普段ないんでね。あ、スーパーヒーローをまた使うの忘れてたけど、この辺り置いていきましょうか。で、最後硬いのがやってきてる。2発ほどミサイル放って、あっさり終了。大体15分ぐらいで終わるんでね、一つのマップがね、テンポよくやるんであればね。というわけでさらに進めていきましょう。では初級の多分次は最後、そこから先は中級になる丸太いきましょう。あー、これもルートが読めない。いや、読めるか。普通に下行って丸太の中入って、でまた上行って、下行って上行って、右から左、左から右で最後戻る。なんだかんだでこういうマップは楽なんでね、結構防ぐポイントが多いんで。魔法を行って様子見ましょう。戻り際も攻撃当てられるしで、だから多分スナイパー、スナイパーの射線が真ん中あたりであればうまくいけるかなといったところ。どうするかな。潜水艦、グレードやっときましょうか。他にも最初に置くべきものはたくさんあると思うけど、だから上級重宝をやることによってここからも攻撃が可能になるので、まあこれやんなくても他のを前に置いとけっていうねところもあると思うけど、言えばこれを使ってみたい。するかな。ではヒーローを呼びたいような気はする。ちょっと厳しいか。うん、疲れてはいる。まもなく。そしたら、ここかな。で、次どうするかな。もうヘリ即座に行くという手もあるけど、まだそこまで辛くなってないんでね。と木の壁優先で。あー、でもあれか、カムフラージュ来る可能性あるから早めにそこら辺の対応はやっとかないと。となると盾なのでやっぱりガトリングか、直線行けるんであれば。盾の場所が多いのでトリングで対応が軒並みできると思う。ここは場所を指定する。標準だけでも合わせましょうか。じゃあ次は炎の壁
こからどうするか、また同じように全部縦やってってもいいとは思うんだけど、多分木に下手したら引っかかる可能性あるんでね、まあ、少し斜めにするような感じで打つのはありかもしれない。炎優先の壁、蹴りが一番無難のような気はするんだけどね。ガトリングとヘリどうするか、ガトリングいっときましょう。ヘリばっかり使うのもどうかと思うから、少し斜め、もしくは全部今回はこのガトリングでね、ダートガトリングでやっていくってのも面白いかもしれない。この2列が抜かれるようであればまた考えましょう。あ、忍者あたり、このあたり、あとは大砲か。開放優先でアップグレード、うまくカムフラージュも防げるんで、もしくはスナイパーは一直線狙いで置いてっても悪くはないと思うけど、まあでもそれだとあまり意味ないか、ここら辺にスナイパー置いてもねと思うけど。さてカムフラージュ来てるけど全部倒せている。いざとなったらこれ真ん中を潜水で対応する。潜水もうちょっと数増やしましょう。あと2つぐらいは置けそうだね。ここだと角度いろいろなところに通ってるんで置く狙いやすい。真ん中にスナイパーを置けない分ね。あ、でもスナイパー置いても大丈夫か、真ん中に。でも今回はあえて使わないっていうのも一つありかなとは思う。あと、ま、厳し系も、こういったところを置いていけば、レベルアップ。うん、全部の場所に厳し置くのも面白いかもしれない。とはいえ、消極的な戦いかなとは思うけどね。全部もう前で終わってるからね、せっかく巻き菱を巻いてもね。あれどうなんだろうな、あの空飛んでる敵は巻き菱が有効に働くのかどうか。大丈夫そうか。右側何か置きたいな。うん、この辺り、顔はどうするか、普段考えもないので、この真ん中の潜水艇をうまく活用するためにこういう風に小さいの置いてってもいいんだよね。でこっちが敵が来たら潜水艇からこのキャラクターが敵見つけたという扱いで
援護攻撃ができるようになるけど、飛行機だな、飛行機は置いときましょう。うん、あ、悪くはない。飛行機だとこの火とか塞がれてないので、火線がね、この点は助かってる。大きいも問題なく倒している。やっぱりバナナがないからか、なかなかお金がたまらないね。あと空母か何かが結構使い勝手良かったけど、多分それは船の方かな。今から置くこともできないんで、できないけど。マウスの場所がよく分かってない。忍者。忍者もどういう方向行けばいいか。下の方が MOAB 級に対して有効に働くので、下の方は、どうだこれ。カモフラージュを剥ぎ取るもできるのか。となると違うでもいいような気するけどな。真ん中2段で他、下か上かみたいな感じの選択ができそう。となると他のカモフラージュ取る技とかは、ね、必要ないと思う。大きいのにもこのネバネバ爆弾使えば多分あっさりと倒せるようになるはず。どうかな。それでも抜かれてるんでしょ。ここら辺高速生産長距離形状が変わったものを放てるようになっている。いや、3500まで待ちましょう。2層で割れることができて追加で1ラウンド維持するというような効果だそうです。2倍になって考えればいいのかな。うん、大丈夫、問題なく。なかなかたまんないな、やっぱりずっとこれ待ってるんだけど、3500まで。こうこうしていたら残りにラウンドしかない。あと2ラウンドか。ラスト、まずこれ使って、ここら辺の技も使って一気に倒していく。
富士フリア。いやー、長い戦いだったこの初級。まあ、ちょっと簡単ではあるんだけど、じゃあ上級でね、このマップ内での上級か中級か初級かで上級ではやりたいとはちょっと思わなかったというか、一回どこかで失敗したからねやらなかったんだけど、いよいよ初級全部終わって、あれ、これアンロックは、あ、押せばできるの、あ、もうこれ全部できるのかな。上級はアンロックできない。初めて勝利して1個でもこれ勝てばアンロックできるってこと？え、ひょっとして初級1個やっとけばアンロックできたのかな。全部ちょっと見ておきましょうか。うん、いろんなマップが。となれば初級1個、中級1個、上級1個、専門家1個、あ、まあそれだと育成ができないか。まあいずれにしてもこのようなマップが用意されてます。とりあえずは中級、また次回以降やってきますので、興味ありましたらぜひご覧ください。